皆さんこんにちは、エンプラチャンネルです。今日もご視聴ありがとうございます。ということで今日紹介しようと思ったのはですね、これいつの映画かな、1957年、1950ゴジラ空の大怪獣ラドンの次の作品ですね。もう随分大昔だね、私が生まれる前の映画です。地球防衛軍という映画に登場しました、ミステロンっていう名前だったかな、そういう宇宙人ね、私たちの星には女性がいなくなっちゃったんで地球人の女性と結婚させてくださいみたいなね、もう友達からお願いしますっていうような感じでもなかったかな、なんてか忘れちゃったけどね、まあそういった類の映画だったと思いますけども、そんな中でね、これはあの土木作業用かな、そういった作業用のまあ、宇宙人が作業用に穴掘るのに使ってたメカというのをね、ちょっと地球人を攻撃するためとか、まあ、攻撃するというのを脅かすために使ったようなね、巨大なロボットでございますけども、デザイン的にもね大変優れてるし好きなデザインではあるんですけども、いかんせん造形的っていうかね、これのちょっといい感じのフィギュアっていうものが見当たらなくてですね、まあ、今のところ私の中でこのガチャガチャが一番いいかなっていうね、特撮リボルティックのやつもちょっと欲しいなとは思ってはいるんですけども、どうかなってどうかなっていう、バンダイさんのソフビももう今すごい高額になってますけどね、購入するにはね大枚はたいて買うにはどうかなって、このガチャガチャで十分じゃないかなっていうようなね、なかなかね立体化が難しいっていうかね、まあもともとがね映画に出ていた時がこんなデザインですからね、なんとも言えない。まあこれはね当然あのマルさんとかブルマークさんもね、ソフビ化してますけども、ソフビにした時はこんな感じ。これはあのブルマーク伝説だったかな、ブルマーク伝説の、ブルマーク伝説か、そんなようなシリーズでしょう。そのソフビのねミニチュアって感じですね。まあ要はねこれ友達がねこういうの持ってたことは持ってたんですけども、まあゴジラとかね他のあの東方系の怪獣の装備と比べると、まあ、出来の方がねなんかすっぽこな感じがしたんですよ。なんか造形的な美しさを感じないなと。もうデザイン的には非常に魅力的なんだけどね、現物を見てしまうとねちょっと萎えてしまうっていう萎えてしまうっていうかね、僕だけなのかな、こんな変なような気持ちが湧いてくるのはね、まあそんなところでねモゲラというものは非常にこのデザイン的に優れているっていうかね好みなんですけども、まあ現実問題、立体物が出てくるとさほどって感じでね。これはあの食玩のものですね。食玩、真っ黒系の食玩のものと、青いやつ、ね。これはゴジラ宣言とかだったかな。なんか、まあそれとは違うかな。なんか、まああのね、あのね、っていうかあの、ゴジラ対ビオランテの頃っていうかね、ゴジラ VS シリーズの頃の前半はね、こういったあの、食玩でもねこういったものがね結構多く売られてたんですよ、そんなところでね、ボンと2005年かな、2005年っていうか2000年代になってから、マルさんが復活してということでね、発売してくれたのがこのモゲラ、まあ、当時のモゲラをね、まあ、こういったものを復刻してくるのかなと思ったら、まあやっぱりねマルさんの方でもこれ復刻するにしてもだったらリニューアルしちゃった方がよくねえかみたいな話になってしまったと思うんですよ。ということでね、まあどっちみち、映画本編に出てきたものとは似てないものがね、まあ人気っちゃ人気なんだけど造形的にはっていう人が多かったっていうところでね、マルさん的にもちょっと不満だったんでしょうこれは。ということでね2005年ぐらいに、多分2005年ね2000年代の前には出てないと思うんで、2005年ぐらいに復刻されて、当時はねこれね最初4500円とかで売られてたと思うんですよね。あっという間に5000、6000、7000、8000とかってねどん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 値段が上がってったようなもんだと思うんですけども、まあそんなところでモゲラのソフビ、ちょっと全体像的なところをね映しますとこの辺がガチャガチャだ。まあ非常に優れている、モゲラ優れているよ、最高だよってね。まあ、2005年何があったのかなって、まあ、その頃何があったのかというと、2005年じゃないなまあその1990年代のね、まあ、1995年とか6年とかあの辺かな、
ゴジラ対スペースゴジラというやつでね、モゲラが復活したりするわけなんですわ。モゲラ復活っていうことで私思ってますよ。ちっちゃいですね。まあこれあの、これも食玩ですね。ついてこれも食玩かな。まあ造形的にね、まあこんなもんで十分かななんて思ってたんですよ。まあ実際問題、モゲラがね、スペースゴジラに出てきた時は非常にこの、期待しました。期待して。そしてゴジラ対スペースゴジラの前半部分っていうかね、オープニング部分はほぼこのモゲラのね、プロモーションビデオみたいな作りだったんですよ。まあ2つのパーツに分かれていて、合体させるだの変形させるだのって盛りだくさんな内容なんですけども、まあその変形シーンが ちょっとね、っていうね。まあこれがね、ちょっとね、私もいい年齢だったもんですが、もう30超えてたぐらいだと思うんですよ。なもんですからね、ちょっとね、アニメ的な演出がね、やっぱりあの頃子供だった人たちはね、これを見て、おお、かっこいい、スペースゴジラかっこいいっていうことになったのかもしれないんですけども、もうね、30代超えちゃったおっさんがこれ見るとね、結構辛いものがあるんですよ。まあ辛いっていうのはね、ちょっと持ってきまあ、ましょう最か。初の要因はこれですね。まあ前回のね、ベビーゴジラでね、もう懲りたかなと思ったんですよ。ねえ、まあね、ゴジラ対メカゴジラ、ゴジラ VS メカゴジラですか。あれでベビーゴジラが出てきた時にはね、あ、みんなこれはいかんなと思ってやめたんだろうなと思ってたら、このネタはね、本当に。そうしたら映画見に行ったらいきなりこれがニヨッとか出てきて、私可愛いでしょみたいな顔して出てくるわけですから、もう、あっちゃーみたいな、本当にね。まあこの前のね、このモゲラのシーンもかなりヘッポコだったもんですから、まあとは言ってもね、どの辺が気に入らなかったのかって言いますと、もう本当にこの親父はぼやきっちゅうかね、悪口しか言わないね。でもね、ちゃんと物買ってますからね、なんかね。ということで、モゲラ登場しましょう。よいしょ。どん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 、かっこええっちゅうかね、飛んでるよみたいな、なんかもう、どうすかこれ。あのモゲラを飛ばしちゃうっていうんですから、まあかっこいいっちゃかっこいいですよね。かっこいい、ブッシュブンドド遊びができるモゲラっていうのはね、非常にかっこいいですわ。かっこいい かっこいいっつってもね、まあこれがね、2つのパーツね、まあ A パーツと B パーツみたいな感じで、ガンダムみたいにね、上下分かれてるんですけど、分かれてね、おのおのが戦闘機みたいな感じで活躍したりとかね、もう、下は戦闘機になって上は戦車になるのかな。まあそんなね、すごいメカなんですけども、その構造がね、構造が細かいこと気にする親父だなって言えばそれまでなんですけども、今はね、別にこいつもね、ありかなと思うんですけども、30代の頃の私はありえねえっていうところでね、大嫌いだった。大嫌いだって、何が大嫌いだって言ったってね、このお腹がね、キュッと中にこのシャッターが吸い込まれたと思ったら、むっちゃ巨大なドリルが出てくるわけ。ぐにゃーみたいな、みたいな、どこに収納してあるのみたいなね、この胴体は、ね、よりもでっかいようなドリルがここからね、バコーンって出てくるんですわ。みたいな、なんか。で、ここのところの裏にはね、キャタピラーがね、これちょっとモールドが入ってますけどね、これもね、キャタピラっぽいモールドがね、若干入ってるんですが、入ってますけども、これはね、全然稼働しないです。これ単なるね、飾りみたいな模様です。ね、キャタピラ、これがね、パカッて開いてね、戦車みたいになるんですけども、どう見てもね、おかしいべ、みたいな、おかしいべっていう、まあそんなような感じだしね、首だってね、こういう構造はね、無理だべみたいなね。まあね、今だからね、まあこんなのね、許容範囲のない親父だなって言われるかもしれないですけども、アニメでもあんまり好きじゃなかったっていうかね、まあ何回も言ってしつこいようだけど、グレートマジンガーが好きじゃない理由としてはね、あの膝のところっていうか太もものところからね、すごいマジンガーブレードっていう、なんかもう巨大な剣が出てくるってありえねえっていうぐらいなんか巨大な剣が出てきてね、どう見たって収納無理じゃんみたいなものが出てくるとかね。まあそれがあってね、あのグレートマジンガーっていうのは個人的にね、ああ、ちょっとね、やっぱりこの世界から抜けなくっちゃみたいな感じで思ってたりなんかして、
作品によっては許せたり許せなかったりするんですけどね。まあそういうのがあったもんですからね。こういう立体物っていうか特撮もんなんですから、特撮の立体物なんだからね、変形ギミック的なところはね、やっぱ物理的に可能なところで攻めてほしかったわけなんですよ。アニメじゃないんだからって、ね、首がこんなぐにゅーなんかね、どう見たってこのまま首がこっち向いたらね、えらい首の長いモゲラになっちゃうじゃんみたいな、なんか本当にね、うん。そしてこの羽だってね、これもう物理的に無理じゃねって、この中に収納ヒュッと入ったら、いやこの太ももの関節とかどうなっちゃうのよみたいなものが出たり引っ込んだりするみたいなね。これあの、うん、いやその新シーンで見たらおかしくはないかもしれないけど、全体的に考えたらおかしいよねっていうか、もともとねこの変形玩具みたいなやつは売ってたんですけども、全部差し替え差し替えのこっついおもちゃでしてね、いや全部結局差し替えしなきゃ再現できないんだったら意味ないよねっていうようなね、うん、そういうなところがあってね、すごい好きじゃなかったんですけどもね、最近ね、最近私も年取ったんでね、年取ったんでねって言いながらちょっと元に戻しますということで、モゲラです。元の形に戻しました。飛行形態ではなく通常のね合体した姿ということで、うん、ちょっと回してみようかな、まあ、心の狭い親父の話をちょっと聞いていただいてありがとうございますということなんですけども、まあね、本当にあの立体物でね、もう本当に特撮番組としてこういった変形ロボットをせっかく出してくれるんだったら、まあ、物理的にね可能なものをやってほしかったわけなんですよ。そんなね鉄が伸びたり曲がったりとかね、変なところからねありえない形のものが、ありえない大きさのものが出てくるとかね、そういうんじゃなくて、もう本当にね収まるところに、ああここにはこんなものが収まってるよねみたいなところでね、やろうと思えばできるデザインだと思うんですよね。そんな無理なく多少ねヘッポコでもいいじゃんと思うんですけども、見栄えパーツが必要なような変形なんかしなくてもね。でもやっぱり首なんかはさ、こんな伸ばさないと飛行形態にならないとかね、足からはこんな巨大な羽がさピュッと、どこにどう収納してるのよみたいなものが、要はね劇中をね再現できるような要素が全くないっていうかね、まあそういうトイでやろうとしたら全部差し替え差し替えになってしまうという、かなり残念な、残念だなっていう思いしかなくて、もったいないと思ってね、それ以来あんまり好きじゃなかった。好きじゃなかったけどね、最近はやっぱりこのゴジラのねフィギュアとか、ソフビとか集めてる中でね、やっぱりこのねモゲラもね、スペースゴジラあんまり好きじゃないんですけど、本当好きな人ごめんなさいね、好きな造形じゃないんですけどね、モゲラはねなんかやっぱりもともとのねモゲラが好きだったもんですから、やっぱりこのね、あこれが出た時はね非常に感動したりなんかしてね、おいいじゃんモゲラかっこいいじゃんね、あのモゲラがねここまでなってくれたか、スペースゴジラに出てたモゲラもまあデザイン的にはかっこいいよねっていうところがあって、まああのソフビとかね売ってたんで買っちゃおうかなと思ったんだけど、やっぱりソフビはねソフビはなーっていう、なんかその変な話じゃないんだけど、やっぱりどっちかね、どっちか選べって言われたらね、やっぱりこっちのアーツの方がねかっこいいっていうか、やっぱりかっちりしてるっていうか、ソフビをそれはソフビなんだからね、そんなメカニカルなね雰囲気は出ないよねって感じでね、うん、それメカゴジラだったらな、別にソフビでも全然もう別にアーツが欲しくなるって感じはしなかったんですけどね、うん、これで十分じゃんみたいなね、別にアーツのメカゴジラは別にいっかみたいな感じっていうか、もともとあんまり好きなデザインじゃないからそうなのかもしれないけど、 こいつに関してはねソフビ買うんだったら、ソフビも何回かね中古ショップとか行った時にねポロッと売っててね、手に取ってみてどうすっかなみたいな感じになったことがあるんですけども、いやこれだったらやっぱりちょっとお金出して扱った方がいいんじゃないかなみたいなね、うん、そんな思いになってしまったということでね、まあ、ちょっと前に購入しておいたんですけども、これもね結構お高いんですよ今、まあ、当時価格ね5、6000円だと思うんですよ、5、6000円というか、まあ、7000円しなかったと思うんで6800円とかそんな値段だと思うんですけどね、うん、今やねこれいくらだ、いくら
2012年のものか、2012年のもので、6800円だと思ったな、7000円しなかったと思うんですけど、ちょっとね間違ってたらごめんなさいね。ですけども、もう今やね、まあ、これは購入した後でね、購入した後でスペースゴジラがまた再販されるっていう、まあ、ちょっとから替えで再販されるってなったんですけども、当時スペースゴジラもね7000円弱、しないぐらいの金額で売ってたと思うんですけども、それがもはやね、1万円超え、まあ、モンスターツですからね、もうスペース、特にスペースゴジラなんてはボリュームが結構ありますからね、まあそんなお安くは買えないだろうなとは思ってはいたんですけども、まあ1万円超えってところでね、その広告ページの下にね、広告期待みたいなところでモゲラがね、載ってたもんですか、あ、なんだ、来年多分ね、モゲラ再販されると思いますんでね、今中古品慌てて買わなくても全然いいと思います。私みたいにね、中古品買った後でね、なんで来年再販されるのかよみたいな感じなんですけども、これもね、中古品とは言っても1万円はしたんでね、でも新品とはいえ、もはやね、1万円でこれは買えないんじゃないかなって、もう今の物価高はもうどうしようもないですからね、特にね、玩具における物価の高騰っていうのはね、むちゃくちゃでございます。いやー、おもちゃ高いよな、みたいな話ね。でも一緒のね、職場で働いてる人たちっていうのはですね、まあ、はっきり言ってね、お子さん育ててるような世代の人たち、まあ、今の30代40代ぐらいの人たちっていうのは、いや、おもちゃ高いよねって話したら、もう本当むっちゃ高い、大変っていう話をするんですけども、僕と同い年ぐらいの人、まあ、60代70代ぐらいの人におもちゃ高いよねみたいな話をしたら、そうみたいなね、何買ったってもう1万円じゃん、いいじゃんいいじゃん、おもちゃは1万円ぐらいしたってさ、みたいな。要はね、お孫さんに買ってあげるとかっていう感覚になると、まあ金銭感覚がね、おじいちゃんずれちゃうんですよ。もう要はね、逆にね、安いもんなんて買ってあげたくないんだよっていう話でね、本当にね、1万2万安いじゃんみたいな、それでね、孫が喜んでくれるならいいじゃんみたいな、逆にね、そんなね、安いもんなんて買ってやりたくないんだよみたいなそういう感覚もありなのね、なんていうね、別に自分がね、欲しいもんじゃなくて孫に買ってあげるものとなって瞬間にね、まあ金銭感覚バグるなみたいないや、ゴジラの不意中ソフビだってもう今こんなの3500円でお孫さんに買ってあげれないでしょうと、よ、買うよみたいな、まあ、そういう時代なのかなっていうね。それもね、他の人にも聞いてみたんですよ、まあ、一人の意見じゃね、どうしようもないからね。そしたらやっぱりね、孫に買ってあげるものっていうのはもう、まあ、変な話で1万2万どころじゃないですよね、今ね。いや、俺なんか車買ってやろうと思ってんだけどみたいな、もうそういう話なの、車買ってやるなんて話をしたらいらねえって言われたみたいな、車興味ないとか、そういうもんなのかなみたいなね。もうおじいちゃんの金銭感覚も増えてるけども、全てにおいてね、いろんなものが増えてます。まあ、要はね、そこのね、一番大事なところのおじいちゃんの金銭感覚がずれてるってことがね、今の政治がおかしくなってるっていう、もうそれがね、庶民の感覚じゃなくなっちゃってるお年寄りの金銭感覚がね、もうバラバラひっちゃかめっちゃかなんで、もう本当にね、上下の上と下の幅がありすぎちゃって、もうね、やっぱり上の人がね、やっぱり偉くなるとね、偉い人はやっぱり、そうなっちゃうんだろうなって。何の話をしてるのか分かんないですけどね。とにかくモゲラっていうのはね、スペースゴジラがね、公開された時っていうのはね、もう本当ゴジラ見に行くのやめようと思った。本当にね、この、ベビーゴジラを見た時にね、こう、一回ね、映画見てこれが出てきた時に、ああ、もうやめようって、ね。まあ、その前にこのモゲラすんごい期待して見に行ったんだけどね、まあ、本当ごめんなさいね、買っちゃえと思った人ね。あーってもうドキドキしながらね、ああいう模型とか見るの大好きな、ね、大好きな私がね、これはちょっといけてないな、いけてないなっていうかね、最初のメカゴジラ、スペースゴジラとこいつが戦ってるシーン見て、うーんってうなってしまいましたからね、本当にね、これでいいのかみたいな感じでね、まあちょっとね、今、フルとか入ってる人はね、スペースゴジラのオープニングでも見てね、
くださいなんかね、もう近年のうーって感じでうなっちゃってもう私映画館でうなっちゃいましたからね、本当にね、うーって言って、でもやっぱまあね、ゴジラファンとしてね、ソフビいっぱい揃えていくとモゲラはね、あの映画とは別物としてね、これも欲しくなっちゃうわけさ、うん、わけさっていうね、本当にこのね、アートのモゲラはね、分離はしませんよ、分離合体とかしませんけども、ああいうね不条理なことはね、映画館で映画っていうかね、差し替えでもなきゃ無理っていうところは、ね、まあ全部差し替えですけどね、これもね、うん、でもあそこの、まあ、2つに分離して戦車になるとか飛行機になるとかっていうのはね、求めなければすごくいいもんだと思いますよ、うん、まあでも頑張ればできるのかな、あれぐらいのドリルとか内臓とか、いやちょっとな、おもちゃであれを再現するのは絶対不可能なような気がするなっちゅうぐらいでっかいドリルが出てくるんで、ここからボワーッとってなんかね、どこまででかいのって、なんか、ね、中に巻き紙みたいになっててね、もう縮んだり伸びたりするのみたいな、なんかそんなようなドリルが入ってるこのね、口のドリルだってギュッと、ね、縮んじゃって、胸の中にこの頭ごと収納するなんてね、どこにそんなスペースあるの、中身空っぽみたいなの、まあそれでいてこれね、もう大宇宙まで行ってね、宇宙のなんかアステロイドベルトみたいなね、木星の近くまで行って戦ってたような気がするんですけどね、もうそれがね、もう科学的な交渉がね、もうむちゃくちゃな映画だったもんですから宇宙まで行くってどこら辺なのかもうさっぱりわかんないし、距離感もわかんないしね、宇宙空間でやられたなんちってね、いやーってなんかボロボロになって地球に戻ってくるって言っても、いやそっちの方がすげえんじゃないかなみたいな、まあとにかくね、全てにおいてね、なんかひっちゃかめっちゃからね、本当に大昔のアニメをそのままね、もう真面目に実写化したみたいな、なんかそんなようなゴジラ映画でした。まあこれこそあんまり人には勧められないけど、このモゲラのデザインはね、やっぱかっこいいね、かっこいい、うん、かっこいい、もう変なね、あの映画さえ見てなければね、これね、かなりとっくの昔に購入してたと思うんですけどね、まあ本当に今購入しなかったら、もうこれ以上物価上がったらもう何も買えねえやと思うとね、去年からもう物欲が止まらないって感じですよ、なんかもう、うん、これ以上上がったらもう何も買えなくなるからね、ね、今でも何倍ですからね、まあなんとかなる時に欲しいものは全部ね買っとこうみたいな、そんなような感じですわ。まあ、まんまと政府の罠にはまってるのかもしれないですけどね、うん、消費税下げたら物が売れなくなるじゃんみたいなこと言ってますからね、あの人たちはまあそういうことばっかり言ってるからね、もうまたね、おとといじゃない、昨日ですわ、警察に捕まったんですよ本当に嫌になっちゃうね、まあ本当にね、去年はね一時停止で2回も捕まっちゃってますからね、今年は慎重に慎重に、もう4点取られちゃっててね、まあ4点ってもう1年経ってますからね、もう今点数的にはチャラですけども、もう6点で免停っていうか4点で免停なのかな、6点で免停なのか、まあ、どっちにしてもね死活問題ですからね、運転が仕事に入ってる以上ね、今度はね右折禁止のところに突っ込んでしまって、もう突っ込んだ瞬間にパトカーが来てピューって来てね、はい止まってくださいみたいな、あれね後ろでね張ってたんですよね、きっとね、うん、私もあの送迎なんていう仕事をしてると、あの土地勘のあるところじゃないところ走るもんですから、土地勘のある人とかね、その辺に住んでる人だったら、あそこでいつもやってるよねみたいな感じで気をつけるんでしょうけども、まあ本当にね介護の仕事、そしてまたまた揉めたのがね、このハイエースはね大型なのか普通乗用なのかっていうの、そこでね警察官に舌打ちされるようなことがねまたあったの、本当になんだ普通乗用かよみたいな感じで、本当にね嫌になっちゃうよ、そのさがっかりされて、いやこっちがっかりされるとかさ、本当にね点数があるんでしょうね、ノルマみたいなやつがね、ちょっとでもノルマ上げたいと思ったらね、やっぱりあの大型車の方が点数が高いもんですから、うん、ちょっとでもその点数上げたいがためにね、普通乗用とかだったら7000円のところが大型だったらね9000円取れるもんですからね、うん、まあ減らされる得点は一緒ですよ、2点は2点ですけども、
まあ、罰金がちょっと額が違ってくるというところで、ね、なんかあるんでしょうね。まあまあ、僕の車が乗ってる車が本当に微妙なサイズで、見る人が見たらね、でっかいなーっていうような車に見えるもんですからね、お前さんもね、大型かなって言って、なんかワクワクしてるわけですよ。なんか当たりかなみたいな感じ。はははじゃないね、本当に7000吹っ飛んじゃったからね、もう本当にもう、ね、こんなおもちゃもね、一体買えなくなっちゃうわけですわ、本当に。こんな庶民から待ち上げてさ、うん、まあしょうがない。本当に、説は、もうあれはね、貼られてたんじゃね、もう運が悪かったしか言いようがないね、うん。待ち構えてるんだから、捕まえるために。うん、そこに突っ込んじゃったんだからね、もうどうしようもないですよ、ね。もうなんかもう、外れ引いちゃっただけの話で、ね。まあちょっとね、次回からね、ちょっと曲がりのところもね、ちっちゃい文字ね、昨日はね、17時から18時の間までは右折しちゃダメだよっていうことがね、ちっちゃい字で書いてあるんですよ、その矢印の下に。うん。それもね、上の方はね、朝の7時から9時までは入っちゃダメって書いてあって、その下にね、17時から18時までの間。ついてさ、お前さんもさ、あと20分だったんだけどね、なんちゅうわけも、まあ、ムカつくわ。ちょっとそう言って書類書くのが遅い遅い。まあ書類書くだけでさ、待たさないこと20分ぐらいだよ。そう言って大型か普通乗用かでさ、もう車検証出せなお何だの言われてさ、書類出してさ、いやこれ大きいだろみたいな感じでさ、なんかもう車検もどこまでさ、じっくり見てさ、普通だ、普通か、普通かみたいな、なんかもう、いやもうこっちも暇じゃないのにさ、もうお金が7000ぐらいだったらさ、もう入って払って、もうそのまま帰ってきたかったのに、もうそこでも30分も待たされるんだよ、車の中で。もうあの時間が非常に腹が立つね。7000よりもそっちの時間の方が腹が立つって感じ。タバコの1本ぐらい吸わしてくれよって感じですよね。うん、まあそんなところで。皆さんもね、あの、運転気をつけてくださいね。年末にかけてお前さんもね、稼がなきゃいけないですからね。本当にね、もう捕まってさ、お前さんにね、帰るときにね、はい、気をつけて帰ってくださいね、って言って、ありがとうございました、って言われて、なんだよ、それ。そのさ、なんか俺買ったのみたいな、なんかね。ありがとうございました、違うだろうな、お気をつけてお帰りくださいも、それ違うだろうな、って言ってね、ちょっと怒ってほしかったですよね。まあ、なんて運転する、これから気をつけるんだぞ、とかね。もう本当に法律ちゃんと守れよな、ってくらいのことを言ってくれればね、こっちもうんって思うんだけどね、ありがとうございました、お気をつけてお帰りください。違う、なんか変だよなっていうね、世の中なんか間違ってると思ってる今日この頃でした。それではまた、失礼します。